有田チャンネルへようこそ。新党日本副代表の有田芳生です。私は日々東京の練馬を中心にして街頭での訴えを続けております。9月1日に福田首相が突然の辞任表明を行いました。その夜、私は知人の記者と一緒に同席しておりましたが、福田首相がいきなり記者会見をやるということで、その内容が一体何だろうかということが大いに話題になりました。総辞職をするのではないか、あるいは拉致問題で大きな進展があるのではないかなどと、さまざまな予測がなされましたが、結局は昨年9月12日に安倍晋三前首相が政権を放り出したのと同じく、1年も経たないうちに今度は福田康夫首相が政権を放り出す、こういうとんでもない国民不在の驚くべきニュースでした。そもそも福田首相は数年前の対談の中で、総理大臣務める人ってのは4年間きっちりと仕事をやらなければいけないのであって、1年間一生懸命やればそれで終わりだというような人は政治家の資質も総理大臣のしての責任もないということを言っていた、その党の本人がいきなり政権を放り出すというひどい結果に終わってしまいました。私個人について言えば、拉致問題を本当に解決しなければならないと自分なりにも行動しておりますが、福田首相はこの秋までに拉致問題のある程度の進展を図る、そのために安心して拉致被害者のご家族の皆さん待ってくださいと言っていたにもかかわらず政権を放り出す、こういう無責任さ、多くのところで国民の皆さんの中で怒りが広がっております。私はその翌日、練馬の駅前でこの問題の背景について語りました。多くの方々が足を止めてくださり、あるいはいつもにもない形でマイクを持っている私のところに何人もの方が引き続き握手を求めてくる、あるいは道行く道路の上で車から窓を開けて頑張れよという叫び声、あるいは負けるなよという声が続いてまいりました。こういうことを経験しまして、まさしく情勢というものは一夜にして一変するんだ、変わるんだということを初めて痛感をいたしました。どうしてしかし福田首相は首相の座を自ら投げ捨ててしまったんでしょうか。で、私は実は福田首相にとても親しく、その本心を語る方に昨週水曜日にお話を伺う機会がありました。実は福田首相は8月の半ば以降まで辞める気は全くありませんでした。自分の手で解散総選挙をやりたいとその人には漏らしていたといいます。しかも補正予算を通して、あるいは補正予算を通さなくてもインド洋への補給活動、さらには消費者庁の設置、それを国民に問うという形で総選挙をやりたい、しかもその時期については11月23日投票、あるいは少し早まるかもわからないというようなことを親しい、これは政治家なんですけども、語っておりました。ところがなぜいきなり政権を放り出したかと言いますと、これは8月29日に政府与党が決定をした総合経済対策、そこに秘密があると私は判断をしております。その総合経済対策の中で福田首相も、そして与謝野薫さんも入れたくなかった定額減税というものが入ってしまいました。福田首相などの立場からすれば、こういうことをやってもあまり意味はないんだ、でばらまきだというような批判もマスコミでも行われておりますが、実際のところこの定額減税というのはお金のある人にもお金のない人にも減税をするというものですが、しかし時期は1年限り、その規模もわからなければ財源もはっきりしないまま総合経済対策に入れてしまいました。こういうことでは自分の総理大臣としての仕事ができない、しかも総選挙の時期についても自分の専権事項であるにもかかわらず他の政党の要求を入れて来年の初めにやらなければいけない可能性が出てきた、そういうことでおそらく嫌気をさして、安倍前首相と同じく2世のひ弱さというところで逃げ出してしまったのがおそらく本音だろうというふうに思います。この定額減税、減税という言葉に騙されてはいけません。減税と言ったって仮に1兆円規模の定額減税をやったところで GDP 国内総生産に影響するのは最大限で 0.1% です。減税をやったところでこれから消費税が上がるだろうというふうに予測をする多くの国民の皆さんは、どんどん物価が上がっている状況の下で、仮にスズメの涙ばかりの減税が戻ってきたところで、それを貯蓄に回すということが専門家の間でも判断をなされております。総選挙対策の当面の定額減税という、その減税という言葉に騙されてはいけません。私は東京練馬を中心にして、この東京で新党日本をさらに大きくさせ、
その力を全国に広げていくことによって、田中康夫代表が知事の時代に実現したように、借金を減らし続けながら医療、福祉、教育、介護、そして環境を充実させるような新しい日本を作るために、さらに全力を尽くして努力してまいります。